こんにちは。体操競技のエアロビックを広めたいエアロビック YouTuber のエアロビック日記です。今日は風呂上がりにできる柔軟ストレッチ第2弾ということで、肩甲骨周り、手首周りですね、手首のストレッチを歯を磨きながらやっていきたいと思います。前回お風呂上がりによくできるっていうことでやったんですけども、お風呂上がりじゃないじゃないかということだったので、今日は実際にお風呂に入ってきてから歯を磨きながらストレッチしていきたいと思います。皆さんも一緒にやってみてください。はい、どうも皆さんこんにちは。お風呂上がり系 YouTuber のお風呂上がり日記です。今日は歯磨きしながらでもできる肩甲骨周り、手首のストレッチを紹介していきたいと思います。歯磨き持ってない方の頃で、ここまで行かない人は一つもいいので、こういう位置で回してあげる。で、これ繰り返しやっていると、だんだん上がるようになってきて、最終的に、練習ができるようになります。すぐ上手くなっていこう。はい、ということで、簡単にできるストレッチどうだったでしょうか。やっぱりね、社会人とかになってくると時間がないじゃないですか。やっぱこういう風呂上がりとか歯磨きしながらの時間、こういうちょっとした時間をストレッチとかに有効活用することで、またもっとね、健康的な生活になるんではないでしょうか。ということで、ね、やっぱ健康的な生活ができるようになれば、健康的な体になって、より強い体になっていけばエアロビックも上手になるということで、毎日地道なストレッチトレーニングを積んでいきましょう。今日は動画ご視聴ありがとうございました。じゃあね。